世界は今、ジェトログローバルアイ。世界の美食家から注目を集める地域がスペインにあります。北部のバスク州です。近年そのバスクとの交流により、食を切り口とした観光で地域の活性化を図ろうとする動きが日本各地にあります。そうした中、埼玉県ではインバウンドにとどまらず、バスクから世界に向けて食の魅力を発信し、輸出や海外展開につなげようとする取り組みが始まりました。スペイン・バスク州にあるサン・セバスティアン。ここはバスクの中でも食の中心地で、世界一の美食の街と呼ばれている。人口は19万人弱という小さな町ながら、ミシュランの星付きのレストランが密集。人口あたりの星の数は世界トップレベルだ。そしてサン・セバスティアンの最大の魅力は無数のバル。細い路地に軒を連ね、多くの客で活気に満ちている。バルの定番料理といえば、小さなおつまみピンチョス、イベリコ豚の生ハム、アンチョビにパプリカなど、目にも鮮やかな一品ばかりだ。こうした庶民的なバルや一流レストランの味を求めて、ヨーロッパをはじめ世界中から多くの人々が訪れる。サン・セバスティアンは美食の街として観光客を集め、地域の活性化に成功している。この地で食の PR に挑むのは、埼玉県の食品関連の企業だ。海外からの観光客が増加している川越市の企業を中心に、オール埼玉でバスクから食の発信をするプロジェクトが始動した。メンバーは老舗の食品メーカーなど6社。ジェトロのサービスなどを活用し、海外展開に取り組んできた企業もあるが、地域でのヨーロッパへの輸出の取り組みはこれから。今回は埼玉県産業振興公社と連携し、チームで埼玉の食を売り込む。チームの代表を務めるのは、川越に店舗を構える創業220年の醤油メーカー、笛木社長だ。川越とバスクには共に伝統的な製法を代々家族で受け継いできた食品企業が多いという共通点がある。埼玉の魅力は職人、小さな企業かもしれないけど素晴らしい職人がいて、その職人のこうクラフトマンシップ、ものづくりに対する思いっていうのがすごく結集している地域だなと思うので、その埼玉のこう職人の良さ、埼玉クラフトっていうのをぜひスペインのバスクで発揮したいなというふうに思ってます。2019年2月、一行はスペインのバスクを訪れた。食品工場や市場の視察、デパートでの商談などを行う。そしてメインイベントは、世界でも珍しい4年生の料理大学でのワークショップだ。この大学では料理人やレストラン経営者、食品関連企業のリーダーを育成するほか、食に関する研究やマーケティングも行っており、世界的な食の中核施設としての地位を確立している。今回ここで料理人やバイヤーなど食のプロや学生に向けプレゼンテーションを行う。食通の人たちに食文化や食材を知ってもらい、使ってもらうことで、そこから世界へ発信しようという狙いだ。バスクは今世界で一番の美食の街と言われてて、やっぱりここでこう埼玉の魅力を発信することが、やっぱりさらに世界に埼玉を PR することにつながるんじゃないかなと。会場は新たな食材や食文化に関心を持つ人たちで満席となった。埼玉を知る人は少なかったが、様々な種類の和食を食べた経験がある人ばかりだ。
Bueno, la verdad que es algo que creo que poco a poco cada vez hay más interés por probar cosas nuevas, cosas de otros países y así. Y bueno, donde vivimos nosotros es un pueblo pequeño, San Sebastián, comparando con ciudades como Madrid o Barcelona, en lo que todo esto está bastante más arraigado, se conoce mucho más que aquí. La cocina tiene que ser buena, sea tradicional o sea nueva, sea innovadora. Tiene que ser buena. Y siendo nueva, eso se va a mantener toda la vida. Entonces es lo que va a tener ese potencial. そんな参加者に埼玉の食は響くのか。まず登壇した笛木社長。醤油の製造方法を説明する中で、今では珍しい木桶で発酵熟成させる伝統的な製法についてアピール。一般的な醤油より2倍以上の時間をかけ熟成させることで香りが高くコクが出るという。3ヶ月発酵熟成させたもろみと絞る前の約2年発酵熟成させたものを持ってきました。醤油を使ったスイーツなどの試食を振る舞った笛木社長。これまでアジアなどへ醤油を輸出してきたが、食の発信力が高いヨーロッパへの進出でブランド価値を高めたいという。Me ha gustado mucho porque nunca lo había tomado en ese formato. Nunca había tomado tostado en un pan y tampoco en dulce. 笛木社長とともに発酵食品のプレゼンテーションを行ったのは漬物メーカーの染谷さん。江戸時代の創業以来手作りの製法を守りながら伝統的な漬物を作り続けてきた企業だ。これまで海外では漬物はまだ知られていないということを感じてきたという。漬物っていう、まあ、日本の伝統食品がヨーロッパの方にどういうふうにこう移るのかっていうのを、まあ、いつか輸出ってなった時にどの糸口をこうで攻めていくかっていうのを、まあ、掴みたくて。これまで漬物を食べたことがない人がほとんどだったが、que tiene una textura muy crujiente, está muy bueno. 日本の四季を表現した八寸の説明や和風の出汁を使ったラーメンも振る舞われた。ラーメンのチャーシューは小江戸黒豚という埼玉県産の豚肉を使用している。埼玉で日本料理店やラーメン店などを営むササラの栗原さん。日本の出汁の文化を世界に広めたいとアメリカでもカツオと昆布の出汁を使ったラーメンを提供している。今回ヨーロッパでの店舗展開の可能性を探りたいと参加した。アメ細工の実演や地元のお茶川越抹茶、和菓子の試食も振る舞われた。A mí me parece muy importante, por ejemplo, la clase de cocina tradicional japonesa, esta cocina que seguramente ellos han conocido desde que han nacido, como nosotros hemos conocido aquí la cocina tradicional vasca. Al probar tanto la soja, que la combinación con dulce que puede venir muy bien, para mí ha sido una sorpresa y me ha gustado. Y haré una prueba con la salsa de soja y a ver si queremos un turrón o un postre especial aquí.バスクの人たちからは埼玉の伝統的な食文化への関心の声が多く聞かれた。一行はバスクに19世紀から続く伝統的な会員制の社交場美食クラブを訪れた。男性たちが調理方法を共有し食事を楽しむ。こちらのメンバーは5日に1回こうした会を開いている。サンセバスティアンには100を超える美食クラブがあり、伝統的なクラブには紹介者と推薦人がいないと入会できない。親から子へ先祖代々受け継がれていくのだという。
美食の街の背景にあるこの場所を特別に借りて今後の活動についての話し合いが行われた。食に興味のある人の意見を聞く。川越でバスクのフェアをやったりだとか、例えば共同でメニューを開発したりとか。今後このプロジェクトは埼玉県内で参加企業を拡大し、バスクのシェフや食品企業などとの交流を予定している。バスク地方というのは非常に食べ物を文化として捉えるという、そういう認識が高いなと、そう感じました。ただ単にそのラーメンをやるということではなくて、日本文化である出汁の文化を広めていきたいなということを考えたときに、食べ物を文化として捉えてくれている人々を、捉えてくれている地域でそういったことを発信できるという可能性があるということが分かったのは非常に有意義であったなと。食に対するアンテナが高くて、もちろん知識や見識もある方たちに理解してもらって、その方たちにもし使ってもらえたら、多分絶大な PR の広告の効果があるんじゃないかなって感じてます。埼玉には秩父だったりとか、その他いろんな地域があります。そういった地域をもっと連携させて、より力強く埼玉っていうのを発信できればいいかなというふうに思います。実は私もバスクへ行って、バルのピンチョスやスイーツを楽しんできました。醤油を使ったスペインのお菓子もぜひ食べてみたいです。バスクの料理人に埼玉の食材が使われて、そこから世界へ広がっていくといいですね。